ゆっくりドラム講座、ハイハットのセッティング。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からブンジサンボービネガーまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日は知ってそうで案外知らない、知れば役に立つハイハットのセッティングを伝授します。ハイハットとは、2枚のシンバルでできた、叩いたり足で操作したり、いろいろな音色を出せる便利な楽器。早い話がこれです。ちなみに下の方はペダルになってて、足で閉じたり開いたり操作できます。では、まずハイハットセッティング。高さ編です。普通の高さって聞かれたら難しいですが、ドラムの椅子に座った時、だいたい身体の中心くらい。これくらいが普通の高さですね。ハイハットが高くなるとスネアとハイハットの距離が遠くなりますね。高くします。高くすると、スネアとハイハットの空間ができるので、ハイハットを使った8ビートの時、スネアを叩きやすいですね。キックすると空間がなくなるので、ちょっと叩きにくいです。じゃあ高い方が良いのかといえばそうではありません。両手でハイハットを叩くときは手を上げないといけないので、ちょっと叩きにくいです。それにハイハットとスネアの距離があるので、ハイハットからスネアへの移動が慣れないとちょっと大変です。ハイハットが低いとても自然な位置で叩けるので、両手で叩くときも楽ですし、ハイハットからスネアへの移動も楽ですね。どっちが良いかは人それぞれなので、いろいろ試してみてください。次はハイハットの開け具合。私の場合ですが、指が2本入るくらい開けています。開け幅はここのネジで調節します。こんな感じでネジを緩めて、ハイハットを動かして好きな開け幅のところでネジを締めて固定します。開け幅が広いと、その分いろいろな音色が楽しめます。めっちゃくちゃ開けたハイハットオープン、ちょっと開けたハイハットオープン、その他いろいろ叩きます。楽しめますが、選択肢が増える分扱いも難しいですね。しかもハイハットは基本的に左足で操作することになるので、繊細に扱うのはとても難しいです。逆に開け幅が少ないと、選択肢はそれだけ少なくなるので扱いやすくなりますし、足をガバッと上げてハイハットオープンしてもわちゃわちゃなりません。なので、これも自分がどうしたいかですね。ドラム講師としてはある程度開けて、いろいろな音色を表現できるようになってもらいたいですが、現実問題として、とても難しいですし、うまく扱えないのに無理して開けてめちゃくちゃな演奏になってしまうと悲しいです。いろいろやってみて自分の好きな開け幅を見つけてください。ちなみにですが、ハイハットの開け幅が広いとわかる人には、こいつ、できる？って思ってもらえます。名探偵コナン88巻の表紙を見てください。ドラムセットが載ってますが、ハイハットの開け幅がとても広いです。めちゃくちゃ開いてます。溢れるクロート臭。剣術で言えば冗談の構えですね。なんかもう、ものすごいオーラがドラムセットから漂っています。ただものではないと思われたいなら、広めにしておくのがおすすめです。あと、これを使うかは好みですが、ここのネジで下側のシンバルを傾けられます。回しています。こうやって下側を傾けると、ハイハットの開け幅あっても片側の幅は狭くなるので、弱く叩いてもハイハットの上下を鳴らせます。傾いてないとこう、傾いてるとこう、覚えておくと便利な機能です。ちなみに私は傾けずそのまま使ってます。あと、
これはハイハットスタンドの種類によりますが、ハイハットの中のバネを調節できて開く力を調節できます。ここですね。ここを回します。とりあえず最強にしました。中のバネを強くするとすぐ開くようになります。ちょっとでも左足の力を弱めるとガバッと開きます。今度は弱くします。弱くすると左足の力をちょっと弱めたぐらいでは開かなくなります。遊びがあるって言えばいいのでしょうか。これは重いハイハットとか大きなハイハットを使う時とか、そんな時に調節すると便利です。レンタルスタジオで皆が使うといつの間にかハイハットの中のバネが緩くなってる場合があるので、なんか変だなと思ったらここを調節しましょう。ハイハットを制するものはドラムを制す。バスケットでいうところのリバウンドくらいハイハットは大事です。しっかり演奏するにはまずはセッティングから。何でも良いやって思う人もいるかもしれませんが、セッティングはとても大事です。これだって思う自分の素敵なセッティングを見つけてみてください。よりハイハットを格好よく演奏したいならドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ハイハットを繊細に扱いたい方には上の動画もおすすめです。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。